ニュースをお伝えします。朝鮮労働党出版社から、偉大な金日成主席の普及の著作を年代順によって系統的に全面的に集大成した不滅の父一層の総書である金日成全集増補版第7巻が出版されました。新刊には、偉大な金日成主席が父慶35年1946年8月から10月までの間に行った歴史的な演説と談話報告をはじめ107件の著作が収められています。共和国の漢運動で数百ヘクタールの新しい土地を獲得しました。平壌郡で1週間に50ヘクタール余りの新しい土地を獲得し、初の作物として秋作の小麦を発注しました。平壌郡、丹魚郡、山武郡では短期間に河川や山のふもとを整備して数十ヘクタールの耕地を新しく造成しました。民間市内の勤労者は数キロの河川堤防工事を行って広い面積の新しい土地を獲得し、ポプトン郡ではルムジン川の支流を整備して作物の栽培面積を広めました。コソン郡、セポ郡などの各郡でも広い面積の耕地を造成して農地を拡張しました。漢運動の人たちは新しい土地獲得で収めた成果を拡大する一方、作物を植える準備も同時に進めています。先端火力発電所で自らの技術力で弾圧の安材のレンガを大量生産できる工程を新築しました。この弾圧保温材のレンガはスラブを利用した泡沫保温材に比べ弾圧の効率が高く、耐火性に優れていることで好評を博しています。初戦の靴製造部門で集団的技術革新運動を広く展開して、今年数百種の新製品を開発しました。温山革靴工場では人々の好みと美観に合う100種余りの新しい形の靴を生産しました。リオンシューズ工場では革靴模様の運動靴の生産工程を確立しました。フンナム革靴工場、シンウジュシューズ工場、ピョンヤン製菓工場、カンゲ製菓工場、ヘジュ製菓工場でも自らの力と技術で需要の高い新製品を開発するため一層励んでいます。ロシア、金日成金正恩主義研究所代表団のワジム・クジミン団長が好調な感想を述べました。団長は、今、帝国主義者は社会主義朝鮮を屈服させようと、悪辣な制裁と押しつぶし策動に躍起になっている。しかし、朝鮮は、あらゆる朝鮮とプロシアに屈せず、自ら選んだ小国建設の道を堂々と歩んでいる。領土も大きくない朝鮮が、帝国主義者の強権と専門に立ち向かって世紀の奇跡を生み出し、世界の焦点を集めている秘訣は、指導者と人民の間の特有な関係、すなわち混然一体にある。指導者は人民を天のごとくみなし、人民は指導者を限りなく信頼し、運命を全て委ねる。朝鮮の社会の素顔は実に感動的だ。指導者と人民の間の熱い血縁の情は、朝鮮でしか見られないものだ。朝鮮の社会の一心団結の中心は他ならぬ金正恩委員長だ。指導者はいつも人民のことを一番先に思い、人民は指導者に従って追加をも厭わず戦うことに朝鮮式社会主義の不抜さがあり、明るい未来がある。一心団結は父の朝鮮のシンボルだと述べました。朝鮮民主主義人民共和国外務省のコンジョン軍巡回大使が6日談話を出しました。談話は次の通りです。先日アメリカ国防総省はシンガポール朝米首脳会談を中止することに公約した南朝鮮軍との連合空中訓練を12月に再開するための手続きを取っていると公式に発表した。ストックホルム朝米実務者協議が決裂して1ヶ月ぶりにアメリカが連合空中訓練の計画を発表したのは、我々に対する対決宣言としか解釈できない。朝米関係の展望に世界が懸念を表したような、そのような鋭敏な時に
我々に反対する戦争演習を公然と展開しようとするアメリカの振る舞いは、世界の平和と安全を破壊する張本人、軍事的な力を問題解決の万能の手段とみなす覇権主義国家としての本性を、他国は赤裸々にさらけ出すだけだ。アメリカの無謀な軍事的な狂気は消えつつある朝米対話の火種に水を差し、朝鮮半島と地域の対決雰囲気を高める極めて挑発的で危険極まりない行為だ。訓練の名を変えただけで戦争演習の侵略的な性格が変わると考える人は誰もいない。我々はすでに行動軍事演習が朝米関係の進展を阻み、我々がすでに取った重大措置を再考するようにしかねないだろうと何度も強調した。我々の忍耐心は限界に近づいており、我々は決してアメリカの無謀な軍事的な動きを阻止しないだろう。南朝鮮のインターネットメディア自主時報によりますと、10月31日、米軍部隊最近兵器実験室撤去南宮地域対策委員会が、釜山港の第8埠頭の前で記者会見を持ち、南朝鮮潮流導弾の最近兵器の搬入と実験を糾弾しました。以上でこの時間のニュースを終わります。こちらは朝鮮の声放送です。朝鮮労働党と共和国政府の対外政策の立場。朝鮮労働党と共和国政府は、自主平和親善の理念のもとに、社会主義諸国との団結と協力を引き続け強め、共和国に友好的な国々との関係を発展させるのを一貫した対外政策の立場として堅持しています。自主性に基づいて社会主義諸国との親善団結と連帯を強めるのは、朝鮮労働党と共和国政府の一貫した立場です。複数の国で資本主義が復帰した時にも、朝鮮労働党と共和国政府は社会主義運用を危機から救い出し、社会主義諸国との連帯を強めることに大きく貢献しました。社会主義諸国との団結と協力を引き続き強めるとき、安定自主の中核を固め、それに依拠して世界の自主化運用を力強く推し進めることができます。また、社会主義を目指す国々が社会主義の旗、安定自主の旗を掲げ、帝国主義者の侵略と戦後を粉砕する戦いに奮い立つようにすることができます。社会主義諸国との関係を重視する朝鮮労働党と共和国政府の対外政策は、世界人民共通の理想と願いを実現する上にも大きく寄与しています。共和国に友好的な全ての国との関係を発展させるのも、朝鮮労働党と共和国政府の揺るぎない対外政策の立場です。朝鮮人民にとって他の国々の人民との親善と連帯はとても大切です。反帝自主勢力の親善団結を強めるとき、国際舞台で支配主義勢力に比べた自主勢力の圧倒的な優位を保ち、それに基づいて侵略と戦争に断固立ち向かうことができます。朝鮮労働党と共和国政府が苦言している平和で友好的な自主の対外政策は、実践を通じてその正当さと生命力が確証されました。これまで共和国は思想と制度の差を超え、数多くの国々と外交関係を結び、国際及び地域機構にも加盟しました。そして各国と経済文化の交流と協力を深め、自主と正義を目指す世界の進歩的人民との絆と連帯を強めました。最近、共和国と世界の多くの国の間に様々なレベルの往来と交流が活発になり、その過程に相互理解が深まっています。特に敬愛する最高指導者金正恩委員長の何回にわたる中華人民共和国への歴史的な訪問と、キューバ共和国代表団の訪朝は、社会主義諸国との戦略的な意思疎通と伝統的な親善協力関係を深めるターニングポイントとなりました。朝鮮労働党と共和国政府は今後とも世界の平和と安全を守り、世界の自主化運用を達成するため責任と役割を果たすことでしょう。朝鮮労働党と共和国政府の対外政策の立場、高台市でお話ししました。
術の発展は戦争馬車。近年に科学技術人材を育成する最高学府と呼ばれるキムチェク工業総合大学があります。1907年、2018年9月、敬愛する最高指導者金正恩委員長は、創立70周年を迎えるキムチェク工業総合大学を訪れました。金正恩委員長は、キムチェク工業総合大学は、朝鮮の科学技術教育と人民経済の自立的発展、国防力の強化に大きく貢献した大学だと言いました。そして創立70周年を迎え、教員研究者に会って祝うのを嬉しく思う。社会主義の国の繁栄と未来のために教育と科学研究に打ち込んでいる大学の教員研究者皆に、朝鮮労働党と共和国政府を代表して祝賀の挨拶をすると言いました。続けて、科学技術強国、人材強国づくりに関する朝鮮労働党の戦略的構想を実行する上で、キムチェク工業総合大学の1と2がとても重要だとし、大学の教員研究者が国の科学技術の発展と経済建設を力強く牽引する戦闘馬車、機関車になることについて強調しました。そして大学を見る前に、まず教員研究者皆と共に記念写真を撮りました。キムチェク工業総合大学学部長のキム・ヨンソルさんの話です。우리대학을찾아오신분께서는김치공업종합대학은우리당이제일믿고자랑하며大学を訪れた金正恩委員長は、キムチェク工業総合大学は朝鮮労働党が一番信頼して誇りに思いを仕立てる大学の中の大学だとし、科学と教育を引き続き発展させるのに力を入れるべきだと言いました。また大学で新世紀にふさわしく教育の質を絶え間なく高めて、学生たちを革命性が強く高い探究能力と応用能力を持つ創造タイプの人材に育てることについての重要課題を示しました。私たちは大学を国の科学技術の発展を導く先頭馬車と呼んだ金正恩委員長の深い信頼を常に忘れず、引けの子孫の未来を担う科学技術人材をより多く育てるつもりです。今もキムチェク工業総合大学では、国の未来を担って立つ多くの科学技術人材を育てており、先端科学の目標を達成するために新たな構想を見ています。科学技術の発展の先頭馬車、高田医師と話しました。